題名先行天地揺るがす轟きを鳴り物に物語は幕を開ける晴天にあって霹靂を聞くかのごとき驚天動地の幻想奇譚走れ大臣走れ兄上おえ逃げた小娘が元気衆に立てついた愚を思い知れさせるか軽さとは笑わせる短家の技を侮るか下郎短期献血日陰王月避けたかだが次はない通り次はない南部地震死亡地層本を実行上国銀を実験破亡軍半人地震未知領土別展開我らが聖域に何を血迷っての狼藉か望みの者は宣告伝えた通りださあよこせ貴様らが肌身離さず持ち歩いているのは知っている貴様のような無頼の手に委ねられるものではないきているうちに手渡されるのも殺した死体から奪うのも俺にとっては大差ないだが貴様らには大きな違いであろうよっ命より重き我が使命果たすに及んで生と死に区別なしガッならば受けてみよ短期献血流用領事駅魔人満床沈滅兄上短期お前だけでも逃げるのだそんな兄上我ら兄弟どちらか一人でも逃げ切れば天行剣は守られる見受け逃がしはせん
この塚と揃いの妻をあの娘が持っているはずだ。草の根分けてでも探し出せ。私は七彩島へと戻る。はっ。はっ。娘を追うぞ。川下を徹底的に探せ。真に優雅な旅に必要なのは、千里をかける駿馬でも贅を凝らした馬車でもなく、歩みを止めて漫然と過ごす時間であろう。それをわきまえた男が一人、先を急ぐこともなく木陰で雨をしのいでいる。すぐ傍らには屋根の壊れた仏堂。雨ざらしになるはずの石仏は、しかし何者かが置き去った傘によって守られている。果たして誰がどのような仕儀でここに傘を残していったのか。畜生め、こうまで濡れたら川を泳いでんのと違いがねえぞ。おお、こいつは頂上。これ、そこな旅の人、まさかその傘を奪うつもりではあるまいな。ん？なんだよ、こいつはあんたの傘か？いいや、誰かが雨ざらしの御仏を憐れんで置いていったのだろう。つまりは、備え物だ。粘土や木彫りならともかく、石の仏が雨に濡れても差し障りはあるまいよ。ところが俺は、このままじゃ風邪をひいちまう。雨が嫌ならこの木陰に来るがいい。あんたがどんだけ暇人なのか知らないが、俺は先を急ぐんでね。どうやら神仏を敬う心の持ち合わせはない様子だが、都政人なら仁義ぐらいはわきまえていいよ。借りを返す覚悟はあるのか？あ？借りだと？そう、お前は今御仏に傘一本の借りを作ったのだ。よもや踏み倒しはするまいな。何が言いたい？この先の旅路、誰であれ最初に出会った一人に御仏になり代わって慈悲をかけてやれ。そう誓うなら私もお前を咎めるまい。ったく七面倒くさい野郎だぜ。ああ分かった分かった、慈悲でも何でもくれてやるよ。必ずだぞ。妙な野郎だな。たくなんだよ、仏の慈悲の代理ってのは。俺がそんな柄かっつうのは。ん？あの歩き方、どっか内緒を食らってんのか。おい、あんた、まさか何か困っちゃいないだろうな。ああ、よしよし、大きなお世話ですよね、と。お、危ね、お。見つけたぞ、小娘、観念せよ。なんだってんだよ、こんちちゅう。ああ、もしもし、そんな物騒なやっぱ振り回す前に事情を教えてもらえんか。なんでその子は追われてる？貴様には関係ない。余計な首を突っ込むと怪我をするぞ。いや、それがだな、この先で仏様が雨ざらしになってるもんだから、俺はその娘を手助けせにゃならん。何を言っている？俺に聞くなよ。まあ、ともかくそういう成り行きなんだ。貴様、
我らを元気衆と知った上で邪魔立てするか。娘っ子一人を寄ってたかって追い回すような連中をこの辺りじゃ元気衆って呼ぶのかい。何おっと怒りなさんなよ。何分よそ者なんてな、この土地の事情には疎いのさ。だがしかし何の言い分もなくただ怒るだけってのは、つまりお前ら筋も道理も通ってねってことだよな。構わん、殺せ。おいこら、せめてこの傘だけでも弁償してきやがれ。おい、畜生が、傷は浅いな、これなら。よし、あとはどっかで休ませるだけだが、おお、これはしたり。まさか石仏ごときに義理立てして本当に人助けをしてくるとはな。やはり真の英雄交換は見かけによらぬものらしい。んだとこら、てめえ人をからかってやがんのか。でその娘はどうした。見たところ雪倒れというわけでもなさそうだが。ろくでなしどもが徒党組んでいたぶってやがったんだよ。確か元気衆とか名乗ってたっけな。元気衆？お前人助けのために元気衆に喧嘩を売ったのか。なんだ、この辺りじゃ名の知れた連中なのか。道理で妙な訛りがあると思っていたが、お前この国の人間ではないな。よほど長旅をしてきたと見える。まあな、それじゃあばよ。待て、この娘はどうする。手当ては済ませた。ここでおとなしく寝てりゃいずれ目を覚ます。彼女は恩人の名前を知りたがると思うが。そこでずぶ濡れになってる仏様のおぼし召しだとでも伝えとけ。まったく、信心もなく定義も薄いときたか。この娘がどれほどの難儀を背負っているのか想像できんのか。ええ、お前には察しがつくってのか。口も聞いたことのねえ相手の事情とやらが。例えばこの服の柄、これはキューボの線の深海魔界を預かる五陰師の装束だ。何かの間違いだろう。なんでそんなご大層な身分の娘っ子が一人で夜道をうろついてるんだよ。そうとも、五陰師の一族は聖域を一歩も離れることなく深海魔界の祭壇を守ることに生涯を費やす。それがこんな道端で野党の群れに絡まれていたという奇妙な経緯、ただごとではあるまい。ああ奇妙だな。君を着てれつすぎてとんでもねえ厄介事の匂いしかしてこねえ。それこそ関わり合いになるなんてごめんだね。手負いの娘一人には背負いきれない難局だとしてもかな。うるせえな、さっきから人事みたいにすまし顔でペラペラと。じゃあてめえはどうするってんだ。情けだなんだときれい事を抜かすなら人を煽ってねえでてめえがこいつを助けてやれよ。すでにお前という義教心に熱い助っ人がついているのだ。私が出る幕ではあるまいよ。こんな野郎。ようやく見つけたぞ。逃げおせるとでも思っていたか。ほら、言わんことではない。この少女の最悪はまだ終わったわけではない。そこの貴様、
妙な出来心で首を突っ込んできたという話だが、おとなしくその娘を引き渡すなら、一度限りの過ちには目をつぶってやろう。君子危うきに近寄らずとも言うぞ。全くもって資源だが、いかな君子とて時には極めつけの不運に見舞われることもある。何？小娘、いつの間に？おい、なんだってんだ、いきなり。今度こそ逃がせる。天行剣の綱を差し出せ。さもなくば命はない。何の話をしてやがる。気は確かか。てめえ、さては何か仕掛けやがったな。あてさて、何のことやら。まあ、いかに君子といえど、降りかかる火の粉は払わんとな。勝ち気しろ。いい加減に目を覚ましやがれ。ここで収める手はねえか。俺たち何も死んだり殺したりするほどの間柄ってわけじゃねえだろう。いいな、断じていいな。この傷の屈辱は貴様の血をもってすすぐしかない。そうかい、命よりもそっちが肝心か。わかったよ、あんたは何も恥じなくていい。俺も本気ですからよ。骨血剤。石鹸無視、発砲騎士。死ねる、このままでは死ねる。この身を剣に捧げて生きながら、斬られた相手の名前すら知らずに果てるなど。俺の名は勝負官。気が済んだなら迷わず往生しな。勝負官、勝負官。聞いたぞ、我ら劇中にあだなした恩敵の名を。貴様に安息の場所はない。剣騎士の老頭が地の果てまで貴様を追い詰める。おいおい、何だってんだ。お前がさらなる難儀を背負い込んだということさ。これが元気衆を敵に回すということだ。てめえこの野郎、さっきはよくも。ここは、おう、うん、やはり五印紙の水気剣、それも女性向けのこしらえだ。これはあなたの持ち物とお見受けしましたが、いかに。あなたたちは一体。だな、人海と魔界の狭間にそびえる天然の妖怪魔石山。その頂にそびえる七彩塔こそは、悪逆非道で知られる元気衆の巣窟である。残響たちはどうした。はい、
あれきり何の音沙汰もなく。これは、ほう、残響め、ずいぶんと男前になって戻ったではないか。一体誰がこのような。さて、じきじきに聞いてみようではないか。涼風雪人か。これはまた何とも面白いやつがしゃしゃり出てきたものだ。黒く重い空に向かる願いの顔光ら捨て夢なしで残像が消えるかと煌めく宿命と戯れたそこはまた自由だ。私は恨みをかき分ける。世界の白い亀裂のライン内に続け。悪夢のようなリスク魔物に住み着かれ。自分だけに見えてるのかと震えている巡り巡った因果の効果踊り続けて嵐の中空に向ける。願いならけるのように夢なしの残像が消えるかときらめく誇り叩き心は枯れた声を上げて咲き薄の情熱が早く壁を歌わせる。旅立ちを決めたならそこがもう未来だ。世界で焼けた奇跡の雷鳴に続け。奪い去られた太古の秘宝、亡き兄を偲ぶ乙女の涙、避けて通るは君子の教え、受けて立つのが男道。フているうちに手渡されるのも、殺した死体から奪うのも、俺にとっては大差ない。だが貴様らには大きな違いであろう。命より重き我が使命、果たすに及んで生と死に区別なし。愚かな、次はないと言ったはずだが。ならば受けてみよ。短期献血有料了実。駅魔人満床尽滅。お前だけでも逃げるのだ。そんな、兄上。我ら兄弟どちらか一人でも逃げ切れば天行剣は守られる。行け。逃がしはせん。
命をもって進むしかない。そうかい、命よりもそっちが肝心か。わかったよ、あんたは何も恥じなくていい、俺も本気ですからよ。ここつけつぜ。石鹸蒸し器発泡器。うわでは死ねる。この身を剣に捧げて生きながら、斬られた相手の名前すら知らずに果てるなど。俺の名は勝負官、気が済んだなら迷わず往生しな。勝負官、勝負官聞いたぞ、我ら劇中にあだなした恩敵の魔王様に安息の場所はない。剣騎士の労働が地の果てまで貴様を追い詰める。おいおい、何だってんだ。お前がさらなる難儀を背負い込んだということさ。これが元気衆を敵に回すということだ。てめえこの野郎、さっきはよくも。ここは、おう、うん、やはり五印紙の水気剣、それも女性向けのこしらえだ。これはあなたの持ち物とお見受けしましたが、いかに。あなたたちは一体。だな、人海と魔界の狭間にそびえる天然の妖怪魔石山。その頂にそびえる七彩塔こそは悪逆非道で知られる元気衆の巣窟である。地の果てまで貴様を追い詰める。おいおい、何だってんだ。お前がさらなる難儀を背負い込んだということさ。これが元気衆を敵に回すということだ。てめえこの野郎、さっきはよくも。ここは、おう、うん、やはり五印紙の水気剣、それも女性向けのこしらえだ。これはあなたの持ち物とお見受けしましたが、いかに。あなたたちは一体。だな、人界と魔界の狭間にそびえる天然の妖怪魔石山。その頂にそびえる七彩塔こそは悪逆非道で知られる元気衆の巣窟である。残響たちはどうした。はい、あれきり何の音沙汰もなく。これは。ほう、残響め、随分と男前になって戻ったではないか。一体誰がこのような。
さて、直々に聞いてみようではないか。殺人か。これはまた何とも面白いやつがしゃしゃり出てきたものだ。黒く重い空に向ける願いの顔光らせて、夢なしで山椒が消える時。その通り。次はない。万物自身死亡自尊本を実行上国銀を実験破亡魂半人自然唯一良道。真羅古骨別天外、我らが聖域に何を血迷っての狼藉か。望みの者は先刻伝えた通りだ。さあよこせ。貴様らが肌身離さず持ち歩いているのは知っている。貴様のような無頼の手に委ねられるものではない。生きているうちに手渡されるのも、殺した死体から奪うのも、俺にとっては大差ない。だが貴様らには大きな違いであろう。命より重き我が使命、果たすに及んで生と死に区別なし。愚かだ。次はないと言ったはずだが。ならば受けてみよ。短期献血有料了実。エキマジ満床沈滅。短期、お前だけでも逃げるのだ。そんな、兄上、我ら兄弟どちらか一人でも逃げ切れば天に君子といえど降りかかる火の粉は払わんとな。勝ち取って、いい加減に目を覚ましやがれ。あれ、おのれ。なあ、ここで収める手はねえか。俺たち何も死んだり殺したりするほどの間柄ってわけじゃねえだろう。いいな、断じていいな。この傷の屈辱は貴様の血をもってすすぐしかない。そうかい、命よりもそっちが肝心か。わかったよ、あんたは何も恥じなくていい。俺も本気ですからよ。ここつけつつ。
石鹸無式発砲騎士うわでは死ぬぬこの身を剣に捧げて生きながら斬られた相手の名前すら知らずに果てるなど俺の名は娼婦官気が済んだなら迷わず往生しな娼婦官娼婦官聞いたぞ我ら劇中にあだなした恩敵の魔王貴様に安息の場所はない剣騎士の労働が地の果てまで貴様を追い詰めるおいおい何だってんだお前がさらなる難儀を背負い込んだということさこれが元気衆を敵に回すということだてめえこの野郎さっきはよくもここはおう、うん、やはり五印紙の水気剣それも女性向けのこしらえだつかと揃いの壺をあの娘が持っているはずだ草の根分けてでも探し出せ私は七彩塔へと戻るははっ娘を追うぞ川下を徹底的に探せに優雅な旅に必要なのは千里をかける駿馬でも勢を凝らした馬車でもなく歩みを止めて漫然と過ごす時間であろうそれをわきまえた男が一人先を急ぐこともなく木陰で雨をしのいでいる すぐ傍らには屋根の壊れた仏堂雨ざらしになるはずの石仏はしかし何者かが置き去った傘によって守られている果たして誰がどのような仕儀でここに傘を残していったのか畜生めこうまで濡れたら川を泳いでんのと違いがねえぞおおこいつは頂上これそこな旅の人まさかその傘を奪うつもりではあるまいなんなんだよこいつはあんたの傘かいいや誰かが雨ざらしの御仏を憐れんで置いていったのだろうつまりは備え物だ粘土や木彫りならともかく石の仏が雨に濡れても差し障りはあるまいよところが俺はこのままじゃ風を引いちまう雨が嫌ならこの木陰に来るがいいあんたがどんだけ暇人なのか知らないが俺は先を急ぐんでねどうやら神仏を敬う心の持ち合わせはない様子だが渡世人なら仁義ぐらいはわきまえていいよ借りを返す覚悟はあるのか借りだとそうお前は今御仏に傘一本の借りを作ったのだよもや踏み倒しはするまいな何が言いたいこの先の旅路誰であれ最初に出会った一人に御仏に成り代わって慈悲をかけてやれそう誓うなら私もお前を咎め